どうも。前回ここまで読んだと思うんですけど、She will just walk。彼女は、ちょうど歩く意思を持っている。みたいなね。around は、まあこれ前置詞ですね。around the house looking、長えな長えな。and があるから、まあここまでですかね、前置詞。ちょっと長いっすね。で、このウォークっていうのがね、自動詞なんですよね。だから前置詞が来てるんですけど、他動詞だったら普通にここに前置詞なしの名詞かなんか入ると思うんですけど、歩くっていうのは、まあ要するに自分の体を動かすっていうことですから、その歩くっていう動作の対象がまあ自分自身なんですよね。だからその主語がそもそももう目的語みたいな感じなんで、だからその動詞の後ろにはもう目的語は取りませんよみたいな。で、アラウンドザハウス、ここまでとりあえず読むと、まあ、家の周りを歩くみたいな感じで、まあ、日本語だと家の周りを歩くっていう、を使うとね、なんか、をとかにを使うと、その、なんか、英語的には、目的語ですよ、みたいなイメージあるんですけど、まあ、厳密には、そうではないと。まあ、あえて言い換えるなら、家の周りで歩くみたいな感じですかね。もしくは家の周りへ歩く。家の周りへっていうと、その、なんかぐるぐる回ってるイメージがないんで、アラウンドっていう。家の周りでですかね。家の周りの上で歩くみたいな。ちょっとなんか英語っぽい感じの日本語ですけど。そして、まあ、ここの前置詞句なんですけどね。なかなか、家の周り、ルッキングだから、まあ、家が見たっていうのはありえないから、家が見えた、何々に見える家っていう、まあ、形容詞用法ですね。で、何々に見えるだよね。見ること以外にも、確か見えるっていう意味も、ルッキングライクみたいな意味もあったと思うんで、何に見えるかっていうと、フォーは、その見えるという、まあ、心理的な方向を表している、things。ことに見える。で、どういうことなのかっていうのを、まあ、さらにこっちで説明してるわけですけど、to bend。これ、bend が、まあ、to 不定詞ですね。曲げる。曲がる。曲がって見えるようなことに見える家。でね、これね、ちょっとマジ意味わかんなかったんですけど、この you との関わりがね、普通なんか不定詞って言ったら、to プラス原形動詞で終わりじゃないですか。これあれですね。この不定詞の動詞がさらに目的語を取った形ですね。普通、to 不定詞って言ったらもうここまでで終わりじゃないですか。大体が。だけどこれは目的語を取る不定詞ですね。つまりあなたが、つまり曲がる対象はあなた。あなたが曲がって見えるようなことに見える家。あなたが曲がることに見える家。あなたが曲がって見える。このオーバーは普通に副詞ですかね。ベンドにかかる。Bend。ベンド。あなたを追い越すように曲がって見える。まあ、どんな風に曲がるのかちょっとわかんないですけど、あなたが頭上にあなたを越えて曲がって見える。まあ、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、とりあえずあなたが曲がって見えるように、あなたが曲がることのように見える家。つまり、その家の中ではあなたは曲がって見える。なぜかというと、まあ、普通に考えてシャロちゃんが、酔っ払ってるからなんですけど、まあ、そんな中で彼女は歩くと。家の中中を。そんで、fuck you on。普通に接続詞の前の節の主語と同じだから主語が省略されている。彼女はあなたを、まあ、犯す。まあ、犯すっていうのは、まあ、ファックって、まあ、いろいろ意味がありますから、まあ、要するに普通に酔って、あなたに対して、なんか、酔っ払って、なんか暴れるみたいな感じじゃないの。まあ、そういうことですね。I could never imagine。私には想像できません。I could not ですね、これは。
ノットプラスエバーなんで、これまでに、これまで持てない、想像すること。はい。SVC かな。形容詞。過去分詞だから形容詞でしょ。SVC。私は想像できませんと言ってますね。まあ確かに、あんまり想像できないっすね。うん。ゴチウズベキスタン。ゴチウズベキスタン。アザティスタンのアザティスタンだ。GOCHIUZBE。はい。ちなみにこれなんかね、スポイラーって言って、なんか、隠せるんですよ。適当に隠したいこと。まあ、なんか、なんかエロいことだったり、なんかちょっと言うのをためらわれるようなことは、まあ、普通にバンされるから言わない方がいいんですけどね。はい。まあそんな感じで。まあ要するにシャロちゃんが可愛いっていうスレですね。おお、長えな。さすがにこれはちょっと、もうちょっと。My wife Chino is so cute. Chino is ugly. Cocoa has... ugly って何？見にくいとかそういう意味。Cocoa has... アドほどって何？ADHD？ いやー、きついっす。リゼはアノイジング。うるさい。シャロー&チア are the only worth while rabbits。ウォースは価値のあるだったよね。ワイルはなんなんやりつつ。これはなんだろう。価値がある。シャロとチアちゃんだけが、ウサギとして価値のある存在です。And I'd gladly take it. これなんだ？ハド？ハドかな？だってウッドだったらこれそもそも動詞じゃないから。グラットリーって形容詞でしょ？グラットリーって形容詞？副詞か。グラットリーって、じゃあ、ウッドかな？シュッドかな？ I would、私はそういう意思があった。喜んでテイクする何を？いざ、どちらか。彼らの、なるほど、シャロちゃんかチアちゃんのどっちかを喜んで持ち帰りするみたいな。喜んで取る、アズ、私の嫁として取ります。would be fine with boost, would be fine, ん？命令形かな？ would? なんだ俺、主語なんだ。be fine, 元気になる。細かい。ファイン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  with both。両方と共に良くなることも、ん？別に両方、普通に愛、私は両方ファインにすることも、する意思も持っていました。まあ要するにどっちかを嫁にするか、まあ両方とも嫁にすることも考えていたみたいな感じか。なるほど。 My wife Chino is so cute。 まあ要するに、シャロちゃんとチアちゃんが好きってことですか。なるほど。 CGOPBLATA What？ まあなんかごちゃんでもこういうのありますけどね。ごちゃんってあんま俺ごちゃんのこと知らないんだけどな。二ちゃんの時もあったよな。なるほどね。